どうもじゃ。今日も行ってみたいと思います。今日はですね、まず、三重県のあやこちゃんっていう女の子からですね、美味しいジュースが出たから飲んでみなよっていうことでね、これをいただきました。これですね。こちらですね。欲張りワイフ、ヨーグルバナナ、肉食女子プラス、ビタミン 6P って書いてありますね。美味しそうですよね、これ。ちょっと飲んでみたいと思いますね。まろやかなバナナの食感に繊細なヨーグルトがかかっているっていう感じの飲み応えです。ちょっと難しいですかね。食レポはちょっと難しそうですね、僕には。なかなか上手なことが言えそうにありません、ということですね。でも、すごく美味しいですよ、このやつ。よく読んでみると、ファンタ、欲張りミックス、ヨーグルバナナ、食物繊維プラス、ビタミン B6 ですよね。僕さっきなんて言いましたっけ？ちょっと忘れちゃったんですけどね。滑ってしまいましたよね。ご視聴ありがとうございました。また来週。本題に行きましょう。今日はですね、お客さんのまたマシン紹介になります。まず一人目は、プロのダンサーのラジコンを紹介したいと思います。その人 D-Like の RER ハイブリッドを使ってるんですけれども、まあ、ダンシングハイブリッドっていう感じなんですかね。で、二代目はですね、前回も登場してくれたことあるんですけれども、イタシャを上手に作るモミジさんの、またアルファードですよね。そちらのマシンの方の紹介になります。で、三代目ですね。こちらも最近よく動画の方に登場してくれる、アラホーシタカピーっていう人がいるんですけどね。まあ、深い意味はないんですけども。ラジコンがめちゃくちゃうまい方なんで、まあ皆さんの参考になるかなと思って、タカピーさんのマシンも撮らさせていただきました。で、最後の方ですね、走行動画の方もあります。ぜひともよろしくお願いいたします。お、マイケルだ。恥ずかしいね。いやいや、君だな。今ダンスをしてくれたのはダンスの先生もやってる一緒です。はーい、もうダンスどのぐらいやってんすか？17年やってます。あ、17年もやってんの？マジっすか。結構イベントとかにも出るんですよね。イベント出てます。大きいダンスイベントとかも出てんだよね。最近あんまり出てないです。あー、はい。ラジコンばっかりやってます。ラジコンばっかりやってます。はい、ラジコンやってるダンサーだよね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあ、西尾さんのマシンちょっと見せてもらっていいですか？どうぞ。はーい。恥ずかしい。え、なんで？これだよね。はい、はーい。D-Like。はい、RER ハイブリッドですよね。西尾さん、なんでこれを使ってるんですか？車がよく姿勢が動いて楽しいので使っております。うん、ああ、なるほどなるほど。はい、結構修行してますもんね、いつも。あ、修行の日々です。修行の日々だもんね。はい、このマシンの楽しさは荷重を移動させたりとかかな。足をダンパーをアクセルとかでね、締めたり、はい、フロントに乗せたりいろいろして走ると楽しいです。はい、なるほど、ありがとうございます。な感じのマシンなんで、皆さんももし興味のあることは、ぜひRERハイブリッドを試してみてください。はい、ね、結構東郷にも西尾さん来てくれるんで、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあさよならのダンスを。さよならのダンス。はい。さよなら。恥ずかしい。ありがとうございます。
いよ。こんにちは。どうもちゃ。こんにちは。アルファードのイタシャになりますね。そうです。前にもアルファードのイタシャは出てたと思うんですけども、今回また新しいやつを次第ってですね。OK。こういう感じでクラリスのカラーリングになって。ます。使ってないじゃん。こういう形になりますよね。このアルファード確かメーカーの方が写真撮ってましたよね。そうですね。ね。ハンブラーブシーさん。はい。ちなみにこれ作るのどのぐらい時間かかりました？結構かかったな。やること遅いんで、ええ、期間的にはね、2ヶ月とかね。あ、2ヶ月。あ、でもこれ2ヶ月かかるよ。これまたステッカーに反転して印刷かけて内張りですよね。内張りな、これ内張りなんでぶつかってもこの絵が剥がれるとかそういうことはありませんということですよね。じゃあこの中をちょっと見せてもらっていいですか。はい。でこういう形ですね。中はこういう形になってますね。やっぱりボディポストって言っていうのかな、それがすごい高い位置になってますと。で、マシーンはこれイーグルの何コンバだったっけ、 TT02FRD TT02FRD って全く TT じゃないもんね、これ。そうですね。どこが TT なんだって感じのマシーンなんですけども、リアのギアボックスリアのギアボックスだけがもう TT っていうやつですよね。で、バッテリー後ろ積みですよね。やっぱリアが軽いもんで、やっぱりバッテリー後ろになるね。ね。お、全然いいね、これ。はい、反対。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。まあ、いつもラジコン統合でやってるマシン紹介の一環で、いつも僕が聞いてばっかなんで、たまには森田君にインタビューしてもらおうかなと。あ、これも始まってるんですか。もう始まってます。で、今日のスペシャルゲストが、いつもいますけど、はい、高飛さんです。まあまあ、お世話になります。お世話になります。で、まあ、これちょっと今日また見せてもらいたいと思いますね。前回もね、動画でも見せてて撮ってると思うんですけれども、一番変わったところっていうかな、森田君気になるとこある？これまずパッと見て、これ新しいスライドラックがついてますね、うん、あ、これね、これこれ今全然物がないみたいだね。そうですね。ね。すごい売れてますね。これどうなんですか。これですか。これはいいと思います。いいですか。はい。もうつけて、もう全然違う。うん、全然違う。うん。嘘じゃないですか。本当に。本当にいいと思います。よくできてます。これアッカーマンとかも見た方が見ていいですよ。いいですか。ええ。はい。これまっすぐ。うん。こう切ってって、うん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 、これまたじっくりやってますね、これ。いやらしいね、これ。で、次はFC。覚えたよ、エッチだもんね。バナナ。綺麗に、綺麗にずっと、うん、出てるね。出てますね。うわ、やっぱすごいね、これ。ね。一番最後にやっただけあって、うん、ね、全然いいかもしれない。あとなんか高見さん、組むときになんか気を使ってることとかってありますか。気を使うことですか、うん、例えばこことか。いや、もう全体的なことで。全体的ですか。まあ、あの初心者とかにも参考になるような、まあ、こういう感じで組むといいのかなみたいな、まあ、きっちり組むのは多分当たり前だと思うんだけど、はいはいはい、なんかちょっとしたアドバイスでもあれば。やっぱ難しいこと言いますね、うん、きっちり組むのはまあ当たり前なんですけど、うん、
何ですかね、やっぱりね、こう森田君もいつも言ってるけど、動く部分は軽く動くように、はい、動く部分っていうのは、要はこう、こうボールにしろ、はい、こういうところにしろ、可動部分ですよね、はい、可動部分は、はい、やっぱりガタを詰めすぎると、うん、逆に動かなくなっていることがあるので、うんうん、程よくその辺はやっぱり森田君の車とかを見せてもらったりしてやるのがいいんじゃないかと。あ、そういう先生に聞いた。先生、はい、先生、先生もちょっと、そうですね、どうですか先生の車も。そういう部分が硬くなるとやっぱりダンパーとかが意味なくなっちゃうもんね。セルフィーのを作っても多分、はい、台無しになっちゃうしね。はい、わかりました。あとは、うん、最近流行りのこれリアアンプかな。リアアンプ、そうです ね。あ、リアアンプね。リアアンプ、うん、やっぱり今多いですよね、すごいこのリアアンプっていうのが、うん、やっぱ流行りに乗っかってみようっていうのが、まず一つね、やっぱやってみないとわからないんで、はい、うん、で、なんでしょうか、まあピッチングがね、こう、はい、よりいいかなと、うん、やっぱ出やすい出やすいと思います。やっぱり上手い人っていうのは綺麗にきっちり作ってあるね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕一番後ろの走じゃあ今からこのマシンですね、走らせます。で、一緒に走ってくれるのがまずは大先生のタカピーさんと、これ使うよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。と、チラッわかりますよね、もう皆さん。はい、森田くんです。はい、じゃあどこで走る？真ん中？真ん中で、真ん中で走る。すごい、なんかね、とっととね、アメリカのトランプ大統領の護衛者が住んでるような感じでね。SP のタカピー隊長、護衛ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
あと森田隊員も護衛ご苦労様です。はい、ご苦労様です。